で次は、もう亡くなっちゃいましたけども、関西フォークの第一人者のグループに対してですね、高田渉さん、生活の柄と。隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところくままず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。疲れ寝たのですが眠れないのです。近頃は眠れない、お顔を引いては下では眠れない、揺り起こされては眠れない。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。生活の柄夏向きなのでしょうか。寝たかと思うと寝たかと思うとまたも冷気にからかわれて、秋は不老者のままは、秋からは不老者のままでは眠れない。疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。どうぞ。ですね、雰囲気的に今日のイベントは知らない感じですよね。今日は普通は
来てもらってお客さんに参加してもらってあの演奏とかするんですけども、今日はちょっと、広島にもこういうお店があって、そこのマスターと、まあ、僕と、お互いにお店の行き来をしてるんですけども、その中であのライブをしっかりやるという、はい、フォークソングを今日はしっかり2人でそれを我慢聴いていただくみたいな、それを我慢してもらって10時頃に時間があればあの歌っていただくっていうという流れでやっておりますので、あのちょっと聴く方を今日は楽しみに書いていただければと思います。